ちょっと雑なんだけど、頭は悪くなくて豪快だね。でめちゃめちゃ強い。我々が最も知りたかったことの一つと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。コットバレー事件の真相がようやくこう明かされそうな気配があると。ロックス・ディ・ジーベック登場があるのかどうか。ただこれクマ目線の過去編なんで、ロックスっていうやつがなんか来たらしいぞみたいなニアピンで終わる可能性もなきにしもあらずですけどね。まあ期待したいのはコットバレー事件の全貌。ロックスがいつ来て、カイドウ・マムがいつ来て、ウォウオノミがいつのタイミングでカイドウの手に渡って、ロジャーとガープがどういう戦いで手を組んでロックス海賊団と戦ったのか、壊滅させたのか。で宝箱に入ったシャンクスっていうのはどのタイミングで出てくるのか。このね、天下一武道会みたいな、このゲームの景品みたいなのに宝箱がある描写があるんで、この中の一つにシャンクスが入っていた可能性ももちろんあると思うんでね。どういう戦いでゴッドバレー事件後にロジャーの船にシャンクスが乗ったのか。あとバギーっていう存在もありますけど、それがロックス D バギーとかいろいろ考察ありますけど、一切のバギー、一切のシャンクスっていうのはどういう風にこの過去編で描かれていくのか。であとは、まあ、それこそベガパンクとかドラゴンとかゴッドバレー事件に関わってておかしくない世界の猛者たちっていうのがどういう風に関わってくるのか、ゴッドバレーに。で戦国の口から語られたゴッドバレー事件の真相は、ロジャーとガープが手を組んでロックス海賊団を壊滅させた事件、天竜人とその奴隷も関わっている事件っていうだけだったんですけど、真実はどうなのかっていうことだよね。それが少しでも明かされてほしいと切に願う次第でございますが、まあ明かされなくてもいいんだけど、でも知りたいよな。あとはまあもう注目はロックス D ジーベックドンだよな。ロックス海賊団船長ロックス D ジーベックドンみたいな。ロックスどんなやつなんだろうな。いいやつ説も出てるけど、イメージはなんかね、豪快な海賊らしい海賊というか、黒ひげみたいな海賊をなんかこうイメージしてますけどね。ちょっと雑なんだけど、頭は悪くなくて豪快なね。でめちゃめちゃ強い悪魔の実とかも出てくんのかな。ロックスはバギーに似てると思うよな。いやそうだね、その辺の描写もあるかもしれないよね。ロックスとかが俺にも息子が生まれたみたいな発言あったりしたら、それバギーに直結しそうだしね。生まれたばっかの俺の息子は船に置いとけよみたいなロックスの発言があったら、もうバギー確定だろうしな。その辺で黒ひげではないんだよね。黒ひげはゴッドバレー事件の時黒ひげ何歳なんだっけ。赤ん坊ではないんだよね。2歳か。言ってもシャンクスが1歳、バギーが1歳、黒ひげが2歳みたいなところか。ロックスの息子ジョズ説、野郎ども奪え的に登場。赤髪のロックス、いやロックスはめちゃめちゃかっこいいだろ多分。 TO さん1600円ありがとうございます。そもそもなぜクマはボー君と呼ばれるのでしょうか。ボー君の言葉の意味を調べると、1、人民を苦しめる君主、2、一人横暴に振る舞う者とありますが、1だとすると人民とは誰らを指すのか、君主とはバッカニアを指すのか。でもバッカニアの君主とは言えないと思うんですが、クマについての考察があれば何か教えてください。途中から見させていただいたのですが、話していたらすみませんと。いやだからボー君じゃないんだよね絶対に。だって優しいクマですから、ボー君っていうレッテルを五老星たちに貼られてるって話だよね。ジンベイとかがなんかどっかで言ってたんだっけね、ヘッドの聞いてた話と違うな、クマといえばボー君だろうみたいな。それの答えがクマの過去編でわかるって話だね。この辺詳しく考察してる人いるかな。なんでクマがボー君と呼ばれてたか問題、あまりにも情報が少なすぎて、なんでクマがボー君と呼ばれてるかに関しては予想の域を超えないっていう状況ではあるんでね。今回のところまでの情報量で言うと、まあ、47年前にソルベ王国で生まれたクマはバッカニア族の生き残りであることが判明してしまって、病院の先生に売られたのかな多分。で天竜人の奴隷になってしまいましたと。でバッカニア族って珍しいだろう、力持ちなんだみたいな感じで日々を送ってました。でそんな中お母さんも殺されてしまいました。で絶望している、体は強いけど奴隷のクマっていうのが38年前ゴッドバレー事件で余興のゲームの中の奴隷としてゴッドバレーに送られました。でそこで脱走したんだけどすぐに捕まってしまって、イワンコフが助けに来たっていう話だよね今ね。脱走中で捕まえられて連れて帰られそうになってるところをイワンコフに助けられてるみたいな話だよね今。でそんなクマが結構がソルベ王国のボー君と呼ばれることになるっていう話なんですけど、故郷がソルベ王国だから、そのゴッドバレ事件を経てイワちゃんとかと一緒に逃げて一時カマバッカ王国に行くのかわかんないですけど、最終的にはソルベ王国に戻るっていう話なのか、それともまた捕らえられてしまってソルベ王国ごと支配されるっていう話なのかな。それか
なんで暴君って呼ばれてんだろうね。それこそ光月おでんみたいな話なのかな。バカ殿みたいな感じで踊らされてて、バカ殿みたいに言われている。でもまあ身内の人間はなんでそれをおでんがバカな踊りを毎日してるかっていう、その真実を身内は知ってる。でもみんな知らないと。でそんな感じで何かと引き換えに、なんか暴君にさせられてるみたいな、何かを守るために暴君になってるみたいな話なのかな。いやよくわかんねえな。でもな何かを守るというか国を守りたいはずだもんね、クマとかだったらね。でクマの志、ボニー、私は子供の頃から自由になれず苦しんでいる人たちを救えるヒーローになりたかったっていう発言あるじゃないですか。ニカのようなヒーローになりたいやつが暴君って言われてしまっている、そのギャップなんで、トロッセたちにソルベ王国ごと支配されたみたいな感じの方がなんかわかりやすいかな。今考えられるのは、国王は剥奪されずに奴隷となった、国王が奴隷の国は奴隷扱いされ暴君と呼ばれた。あ、七部会になった後の、いやでも七部会になった後の説というよりは、もともと暴君だったっていう語りあったよね、ジンベイにね。暴君で有名みたいな。ボニーを人質に取られたからということを聞いたって感じ。ボニーを人質に取られて暴君になってしまった。いやちょっと難しいね、なんで暴君かは。イカさん、にゃこじゃありがとうございます。グレイターミナルのグレイイコール宇宙の意味、日本語は不確かなものの終着駅、これはいかに、今日は読んでくれ。まあグレイっていうのがグレイ型宇宙人みたいなところで、宇宙っていう意味だとして、グレイターミナルだから不確かなものの終着駅っていう考察をなさっていると。でこれ結構結果がなんか欲しい感じがするっすよね。考察結果みたいなね、根拠をもう少し欲しいっていう感じですかね。仮にグレイターミナルのグレイっていうのを小田先生が宇宙を想起してネーミングをつけていったと。でまあゴミの山っていう、まあ多分スモーキーマウンテンとかね、その辺が多分、元ネタなんでしょうけど、ゴミが溢れる別名ゴミ山みたいなねところなんですけど、それがなんで宇宙人の終着駅というか、宇宙の終着駅ってなんでゴア王国のグレイターミナルがそう呼ばれているんだっていうね。つまり宇宙人が宇宙海賊なのか、かつて栄えた月の人なのかが降り立ったのがゴア王国のグレイターミナルで、そのグレイターミナルから発展してゴア王国とかができていったとか、そういうことなのかな。で元々は月の民が降り立った場所、宇宙海賊が降り立った場所っていう結構神聖な場所だったんだけど、結果いろんな歴史にこう揉まれていってゴア王国ができちゃって、そんな神聖な土地だったのに今はゴミの山があるっていう悲しい物語みたいなことなのか。だからゴア王国イコール世界の縮図ってされてる。でゴア王国っていうのが宇宙から来た何者かの手によって作られた王国っていうことを言いたいってことなのかな。これ皆さんのご意見も聞きたいわ。これはいかにっていうね。エッグヘッドは宇宙人っぽい。あなたの一番親しい人が質問をしてくれましたと。ワンピースのグレイターミナルってあんじゃん、あのゴア王国のゴミ山のやつ。グレイターミナルのグレイって宇宙の意味じゃん。で、全部を日本語にすると不確かなものの終着駅ってなるのよ。これどう思うっていう質問が来ました。これ皆さんどう答えてあげる。ほんまやなぐらい。まあガキじゃあるめしガキじゃあるめしって書いてた。夢の糧になるんだけど、ミスして黙キスして黙らせる。いぶし銀だな。グレイが宇宙で、日本語で不確かなものの終着駅。それまでは分かったんですけど、それがこの後どう繋がっていくのかとか、かつてどうだったっていう、そこの着地点が欲しい感じだよね。だから、ゴア王国は世界の縮図って言われてんじゃねえとか、今後、ワンピースの最終決戦の舞台はゴア王国になるんじゃねえとか、なんかそこがね、大喜利になっちゃう。いやー、ちょっと皆さんの力をね、お借りする形になってしまいましたが、だから宇宙との繋がりは絶対にワンピースは月とのつながりがあるんで、でさっきのね補足、ゴア王国のマークが宇宙を想起させれるものだっていうね。丸に三本線、もうなんかハレー彗星みたいなね、月の爆発なのか月の移動なのか何らかを表現している。なんかその辺が全部ピースを集めて考察にしていきたい。